おびただしい数の犬。こちらは動物愛護団体が撮影した映像です。ここは犬の保育施設ではありません。出雲市内の民家です。8畳2間の空間で犬がすし詰めの状態になっていました。テーブルの上、さらにはその下にも多くの犬が集まっています。その数実に164匹。ペットが過剰に繁殖し世話が難しくなる多頭飼育崩壊が起きていました。160匹以上の犬を飼っていた家は出雲市内の住宅街にあり、保健所は今年4月に入ってから多頭飼育崩壊の状態に気がついたということです。島根県などによりますと、ほとんどの犬が餌を食べておらず痩せ細っていて、体内に寄生虫がいるなど健康状態は悪いということです。島根県出雲市の犬多頭飼育、164頭の犬の多頭飼育の現場に来ております。犬たちは大変おとなしくて可愛らしくばっかりです。叩いたり蹴ったりっていうような虐待は絶対起こってなかっただろうなっていうふうには思います。餌はそれなりに与えていたんでしょうけれども、非常にもうあばら骨が見えている犬がほとんどで、餌の絶対量というのが足りていないというのは容易に推定できますね。民家には家族3人が暮らしています。拾ってきたメス犬1匹が子を産んでからここまでの数になったということです。島根県によりますと、7年前から犬が逃げ出しているなどの情報が近隣住民から時々寄せられていました。県がこれほど多くの犬がいるのを把握したのは今年4月だといいます。家の中に上がり込んで見せてくださいっていうのもなかなか難しいところがあるので、ようやくその匂いとか、鳴き声の苦情があって初めてじゃあちょっと中を見せてくださいという形になって、そういった実態が分かったということになってますので。寄付金で動物の不妊手術を行っている動物愛護団体動物基金によりますと、これだけの多頭飼育崩壊は国内で過去最多だということです。保健所が団体に連絡し、関係者が今月現場を視察しました。理事長は多頭飼育崩壊になるまでに保健所が食い止めることができたのではないかと指摘します。何度か保健所行政の方で、見に行ったり話を聞きに行ったりしているそうなんですね。でその時に、適正な対応を取らなかった行政の方にもやはり問題はあるんじゃないかなと思いますね。保健所は何でもできるわけじゃありませんから、この法令上の問題があればその命令なり勧告命令とかっていう手順を踏んでいけたんだと思いますけど、そこに至らない状況だったということじゃないかと思いますので。家族は犬の去勢に同意していて、団体が来月10日から3日間出雲保健所の協力を経て全ての犬への不妊手術をする予定です。また新型コロナの影響で多頭飼育崩壊の件数が増えているということで、団体が活動資金の寄付を募っています。